すぐるです。はい、マリエです。向井優子です。編集部です。いや、今日はですね、この間もゆずジャム作りをこの青空の中でやりまして、今日はピザを作ろうかなと思ってます。ただですね、残念なことにうちはピザ窯がございません。あの、段ボールでピザ窯ができるっていうことをちょっと教えてもらいましたので、ピザをちょっと焼こうかなと思っております。でですね、今日はですね、ニュースタイルでございます。私、見てください、かわいいでしょ。これでしょ、かわいいでしょ。しっかりしてる。これ、あの、知り合いのですね、あの、こういうものを作っている中原さんという方がですね、あの、提供していただきまして、スグルクッキングにぜひ使ってほしいということで。いや、初のスポンサーがつきました。やった。中原さん、すごいの。すごいいいですね。これからね、今はあの、本当自分で手作業でずっと作ってるので、本当に大阪出身の人なんで、大阪でちょこちょこやってるんですけども、これからはあの、販売していこうっていう感じらしい。ここにもついてるのがすごい。これね、ポケットがあって、これね、他のね、他の種類もありまして、これ自分たちでちょっとつけてくるんですよ。ピンクもあり、こういうのがあって、ここにポケットをこうつけて、いろんなものを入れれるよっていうような、こんな種類です。素敵ですね。欲しい。今日はこのニュースタイルでピザ窯を作り、はい、ピザを作ろうかなと思っております。レッツクッキング。クッキング。じゃあちょっと今マリエちゃんがお湯をやってもらっている間にですね、まずピザの生地を作る。何が必要ですか。ドライイースト、はい、と砂糖と、まあ、今作ってもらってるお湯、をいっちゃん最初に入れる。はい、じゃあまず順番もあるのかな。はい、ドライイースト 3g。 はい、どうぞ。はい、じゃあドライイースト入れよう。はい、ちょこちょこちょこちょ、タララタタタタ、タララタタタタ、タララタタ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 、ずれた。3です。3、2、あ、3、はい、3、はい、3、あ、2、3で、砂糖小さじ1、小さじ1やから 5g。 これ砂糖やな。で、これでお湯を入れる。はい、で、10分混ぜて10分置いたら膨らんでくるらしい。はあ、なるほど。で、その後この強力粉と薄力粉を混ぜて、で水入れて、オリーブオイル、オリーブオイルで、また混ぜて発酵させる。なるほど。じゃあ、とりあえず今かなえちゃん待つ、待ちましょう、待ちましょう。ありがとうございます。それ一回沸かしてくれた。そう。何度。え、なになに、結構熱いねこれ。40度。そうか、40度。40度なんですよ。ちょっと冷まさないと。開けないと。熱っ。熱っ。水入れながらこれちょっとなんか人肌にする。うん、大丈夫かな俺ら。そんなもんでしょ。何 cc だっけ。大さじ1なんで15。もうこれだって 100からやもん。100スプーンがある。存在しずぶっちょんくらい。これでまあ、まあ、でも多めにこの100の下ぐらいまで溶いて、これで、あの、グラム測って。あ、そういうことか。でも、はい、グラム、ミリリットル、40ってことはお風呂ぐらい。お風呂ぐらい。そうだよ。なんかまだ冷たいな。冷たい気がするけど気のせいかな。じゃあちょっと離せばいいのか。いいか。まあいいか。ちょっとこのまま。だからそれをちょっと入れてお湯をちょっと入れますか。いくよ。まあ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 
ぜるもの何もないですか。何も持ってきてないな。混ぜたらちょっと膨らんで、ね、大人の人たちばっかり。もう全然いいよ。じゃあ持ってくか。はい、うん、なんか匂い、何の匂い、なんか臭いね。イースト菌の匂いか。10分置いたら膨らんでくるらしい。なるほど、ありがとうございます。はい、この間に釜を作る、ついに、はい、よし、これで発酵します。はい、じゃあ一時避難。避難、はい、よし、ピザの釜を作りました。オブロオブロ、はい、すげえ簡単やったんですけど、はい、基本的に必要なのはもうこういった段ボール、段ボール、こういう段ボールがいりますよと、はい、でプラスこれ100均とかでこういうの売ってるので、網、これ良かった、いいのあったの、こうやって立つのよ、これすげえいいなと思って、プラスこの中に炭入れるので、炭を入れるためのアルミの中、まあ皿と、でここからがちょっと重要で、このやっぱ段ボールやったらちょっと燃えてしまう可能性もあるし、ちょっと怖いので、この内側にですね、あのアルミホイルをこれ貼ります。貼る際に普通の糊とかやったらダメらしくて、何がいいって聞いた時に、この障子糊、でんぷんのやつ、これがなんか温まってもそのなんか溶けてウェアってなんないんだって。なので貼る時はこの障子糊を使っていただければと思います。はい、じゃあ作っていきましょう。はい、早速なもんで、これこっち側にしといた方がいいよね、これを貼ると。そう、じゃあこうなるよ、こっちに、あ、こっちに、ここにバイク貼っちゃった。あ、確かに貼っちゃって、おお、すごい。でもなんか水のりみたいな感じだけど、ちょっと違う、なんかね、何が、なんか電、なんだろうね、何ね。でも水のりやったら絶対障子ピチャってきつきそうです、うん、確かに。お、貼ると、シャーッと貼ると、パーッとしちゃって、ちょっといっちゃおう。あ、意外とぴったりだ。ぴったりやん。ぴったり、あ、いいよ、ギリギリまでだよ。ちょっと甘い。足りるのか、アルミを。あ、もういいの、端、端、端まで、いい、はい、よし、めっちゃ綺麗、綺麗に、よいしょ、じゃあここどんどん、うん、じゃあこれをもう、とりあえず僕はあれやね、これをもう全部ペッペッペッって貼ってたいな、はい、お、はい、あ、やっとちゃんと綺麗、あ、すごいすごいすごい、いいじゃない。すごいすごいすごい。意外とペロッとしていいのかな、ね。これで。バクシバクシ。で、よし、晴れた。はい。で、これでちょっと組み立てると。はい。お、お、お、できた？すごい。あとこれをちょっとこうやったら中にさ、はい、ちょっとまだあの何て言うの、段ボール、そう、段ボールがこれ見えてるから、これをちょっと塞ぐと、はい、あ、でももう一丁いる、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、はい、ちょっとで、はい、おー、すごい、おー、もっともっと、もっと、すごい、いい、イエーイ、で、これに、で、これにこれをこう入れて、これをこう入れて、
にこれをこう入れて蓋をして焼くそうですと。これでとりあえず釜の完成でーす。やったー。そう、じゃあ発酵してるから次のステップ生地作りいきましょう。はい、